そんなことであるのさ、そんなことであるのね、そんなことで。
は伝えられない、自分のせいさ、どんなに力んでも届けられない、力がない、落ち着きたくて限られた時間の中でテーブル挟んで、あてもなく言葉投げる、 Yeah 暗くなりだして、 Yeah 影が伸びてきて、 Yeah 重い気分しょって次のカードをめくるんだ、外れもあるけどもう外れないかもしれない、ベイビー雲の中でも前を見てなきゃいけないぜ、ベイビー分かり合えるけどギリギリまで信じてる、気に入らないのは受け入れられない、自分のせいさ、どんなに避けても逃げられない、居場所がない、落ち着きたくて分かり合った仲間の中で分かりきったこと確かめ合って安堵してる、 Yeah 雨が降り出して、 Yeah 傘を取り出して、 Yeah だけど刺さなくて少しだけ見上げるんだ、すぐにやむのかもうやまないかもしれない、雲の中でも前を見てなきゃいけないぜ、ベイビー分かり合えるってギリギリまで信じてる、
川橋万太郎っていうのはですね、まあ、初めての方なんですけど、まあ、石川橋万太郎っていうなんか名前っぽく思える僕一応バンド名になってますから、正確には僕のことは石川橋万太郎のギターボーカルのアキラっていうのが一応正式に。なるほどね、そうね、うん、いいね、いいね、JB スタジオ。いいですね、おじさんチンピラの巣窟、JB スタジオが。ね、ろくなやついないですからね、JB行ってもね。ここからはまたシステムを説明しよう。お願いします。
あの無常一回すら無常無常上場サビ無常上場あのねボブマーレーのライブに入ってるあのゲスタンドアップみたいなねゲットアップスタンドアップの後半ね分かる人は分かりますねこれをよ説明するのがいかに虚しいか分かってもらうんだな世界は無常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 歩いている
は悲しみを燃やす。この僕の涙もろい想いは何だろう。そっと忘れてほしい。寂しい時は僕の好きな菜の花畑で泣いてくれ。例えば僕が死んだらでした。JB は分かってない、知ってるな、まあ、だな。ジェームス・ブラウンがやってたやつ、そうモリタ、モリタどうした？あんまりやっぱりモリタどうしてね、あの、知ってますよね、お年寄りの目障ね。ハンの木漏れ日の中で直したです。そうそうそう。あ、ごめん、じゃあ僕ここカメラ待ってるから、ああ、ごめんね。邪魔をしたり、登録
て腹も立つけど、まだ行かない、まだ行かないよ、君と一緒に僕が果てるまで。分かり合ったつもりが、たとえ裏切られても、消えないさこの日は、闇を照らす、闇を照らす、この日は闇を照らす、闇を照らすから、胸を焦がす、胸を焦がす、進んでないからね。ある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 あ
それででさ、まあ一回だけさ、こう完全移動的な話なんだけど、俺その RC のコピーをその JB 主催のなんかパーティーでやるからって言って、ボーカルだけちょっと明らかに清志郎でやってよと言われて行ったわけよ。でさ、まあしょうがないなと、お頼まれて行ったわけ。そしたらさ、いや次もうその俺の出番だったらさ、清志郎来てさ、明らかにさ、めちゃくちゃやってめちゃくちゃパーティー暴れちゃって、お願いだからさ、仕込みかよみたいなね。ほんでなんかさ、好き放題暴るからさ、俺だけが怒られるじゃん。客席とか飛び込んでさ、立ったり暴るからしたらさ、すげえ怒られてさ、非難合法だよ。キヨシはさ、よかったよ、あげるから、嘘つけ、客めちゃくちゃ怒ってたぞ。それ以来苦手なんでしょうね。まあそんな話は置いといてですよ。あの、とりあえずニューアルバムが出たんで、あ、今日はこれ売り切って買え、売り切るまで帰れませんいいですかね、1枚10曲入り1500円になってます。あとそれで、あとあの石川四万太郎キーホルダーっていうのがありますから、可愛いですよ、キーホルダー可愛い、可愛いって言った、多分ね。おー、そう、見て見てればいいから、もう聞かなくて、歌いいから、それ見て、見た、あ、どうはこんな感じで雑なライブを毎回してるわけですけども、そんなことでそのアルバムに今日は入ってもらってるゲストミュージシャンの一人、石丸九。なんと偶然今日ここに居合わせてしまった石丸九がですね、じゃあ覚えてるなら一曲やろうぜ。お年寄りの言い訳は聞きたくねえな。あ、来たか、はい、あ、それ、お前酔っ払ってんだろ、大丈夫か、酔っ払ってんだろ。多分こ、一応近場所万太郎はここで終わりってことにしてもらって、ここからはあの脱足と思ってもらった方がいいと思う。だからめちゃくちゃになるかもしれないね。できれば皆さん CD を、まあ、今日のライブが気に入ったらでいいですけど、まあ、これ誰も聞かなかったらライブがつまんなかったんだなっていう判断になりますけど、それは思いたくないので、少なくとも何枚か売れるといいな。まあ、別にお金が欲しくて売ってるわけじゃないんですけど、でもあれでしょ、あの皆さん CD って聞けます、今時 CD 聞けるね、ちょっとヤング寄りになると聞けなくなります。ヤングってもまあ GD だけどな。そうなんですよ。でさ、俺さ、なんか十何人くらい頼んで CD 作ったんですよ。でもちろんね、その参加してくれた人には、あ、これ1枚本当にありがとうねって1枚ずつ渡すんだけど、半分以上が、俺 CD 聴けないかなって言われてたんですよ。CD プレイスまでして作ったのに、聴けないとかさ、そんなもんなんだな。CD プレイヤーって CD って新しい。でもそれ、1万くらいかかるかもしれない。いらないよ、CD プレイヤーがあってもアンプとかスピーカーがいるでしょ。CD ラジカセ、CD ラジカセな、多分そんなこと言って嬉しいのはもう50過ぎだけだろ。よろしいですか。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ石川四万太郎、さっきの一応終わりましたけども、ここからは、まあ、なんか一人アンコール的な感じでやっていきます。Okay, yeah. じゃあ最後の曲になります。この後はいよいよ、なんていうか、シリキルトンボとか水色のなんとかとかできます。水色の雨、あ、怖いよ、水色ちゃんと見ますからね、俺も多分ね。 OK、yeah. 石川橋万太郎でした、サンキュー。Taiko
石川橋待ってるでしょ。